高橋さん、この間、はい、キャンプ行ってきたんですよね。そうなんです、キャンプ行ってきました。滋賀県の白浜荘っていうオートキャンプ場、うんうん、何人くらいで行ってきたんですか？去年、10人ぐらいで行ってきて、うん、あの店長も一緒に行ってきました、うんうんうん、吉田が最近テントを、大きいスノーピークを、はい、のテントを買って。いいですね、スノーピークのやつ。そうで、なんかそれが、はい、あのやっさん曰く、はい、あ、うちのモデルさん、はい、何も知らないと、うん、1時間、2時間くらい立てるのにかかるみたいな話をしてて、はい、で男性陣がテントを張ってくれたんですけど、はい、どれぐらいかかるかなって言いながら、女性陣は買い物に行って、はい、で1時間くらいして戻ってきたら、うん、もう立ってた。すごい。そのテントが何人ぐらいかな、多分6、7人もっと入るかなぐらい。すごい大きい。めっちゃ大きくて広くて、はい、快適やった。めっちゃ、いいですね、うん、めっちゃ良かったです。日中ってテントの中ってむっちゃくちゃ暑いですよね。日中は、はい、テントの前にタープ張ってて、うんうん、そこにみんなでご飯食べたりとかする。あのなんか車とつながってるやつですか？屋根みたいな。すいません、全然私分かんなくて。なんか日陰をカバーしてくれ。そう、日陰作るやつ。あ、なるほど。で、そこでみんなでご飯食べたり、うん、ほとんどそこで過ごしてるから、テントの中、うんうんうん、で、もう寝る時ぐらい、うん、寝る時ぐらい。そうなんですね、うん、キャンプの時とかってやっぱ日差しとかめちゃくちゃ強いと思うんですけど、うん、そういった時ってなんか結構かぶってる帽子とかっていうのはやっぱりつばがいっぱいついてるやつとかの方がおすすめ。私はおすすめかな、うん、キャップとかでも全然いいなと思うけど、首が結構焼けちゃうから。確かに普通にちょっと外歩いてたりとかしてるだけでも首の後ろいつの間にか焼けてたりするんで、うん、キャンプはすごそうだな。だからハットと、うん、あとなんか首にちょっとバナナ巻いたりとか。それいいですね。あ、なるほど、そういった使い方が。そうそうそう、そうやって、はい、まあ、ちょっと紫外線対策してた。動画でかぶってたやつ、帽子、うん、で、そう、これは友達がかぶってくれてて、はい、私はこれをかぶってたんやけど、私の動画は全くありません。そうですよね、高橋さんが撮ってたから。キャンプでは、はい、何が楽しかったんですか？キャンプでは毎回その外で食べるご飯が楽しみ。なんか外で食べるご飯めちゃくちゃ、なんか家で食べてるご飯と同じメニューだとしても味が倍増しそうな気が、うん、違う気がする。ですよね、うん、なんか動画でめちゃくちゃお肉とかいろいろ焼いてたんですけど、 あれはああいうのはお家で下準備をして。あ、全然全然、その場で買い出しして、はい、その場でですね、うん、なんか私お家でみんな準備して事前とかになんか味付けとかでもしてる人もいると思う。なんかそんなイメージだったんで、なんかキャンプ行くってすごい大変な準備すごいたくさんいりそうって思ってて。でも今回は全然そんなことなくて、もうスーパーで海鮮とか、まあ、肉とかいろいろ買って焼くみたいな。いいですね、めっちゃいい。え、コーヒーとかも入れて飲みました。飲んだ。なんかそれめっちゃ憧れるんですよ。なんかいろんな動画見てて、キャンプのコーヒー入れてるシーンめちゃくちゃあるんですけど、そう、もうあれあれだけしに行きたい。夜はキャンプファイヤーをやったんですか？そうですね、夜は焚き火キャンプファイヤーしました。それも吉田がみんなからなんか誕生日プレゼントで焚き火台をもらったので、それをお披露目というか、そんな感じで。吉田さん幸せですね。行く？ゆうちゃんも行こうよ。私も行きたい。コーヒー入れに行きたいです。コーヒー、うんうん、で夜あのキャンプの椅子に座って上見て、上？星？星空を見たいです。コーヒーって。あ、いいねいいね、やりたい。なんかちょっと日中は暑いイメージがあるから、うん、ちょっと夜が楽しみだなって感じです。ぜひ
ぜひぜひ、はい、また行かせてもらいたいと思います。さっき一回会話の流れでバンダナと帽子の話をしたんですけど、ナコタでも販売してますので、よかったらチェックしてみてください。商品の URL は概要欄にリンクを貼らせていただきますので、そこからチェックしてみてください。ではまた。ではまた。